対局開始。お願いしますということでやっていきます。5連勝中なんで、ね、株式ソデビシャ頑張って勝っていきたいなと思うんですが、なんか最近ですね、コメで結構声を褒めていただける、機会が多くてですね、いやめちゃくちゃ嬉しいなと思っているわけなんですが、まあそんな感じで、させていきたいと思います。やっぱり声を褒めていただけるのってかなり嬉しいもんですよね。でまあそういうことを言っていると負けてしまいそうな気もするんですけど、もうちょっと頑張っていきます。うついて、あれなとか、これ飛車交換はこっちの方がいいので、ちょっと前2分30秒なんか今飛車ぶつけもあったような気がしましたね。とにかく飛車を狙っていきたいとこではあります。飛車の位置が悪いので、まあ、そこを咎めていければいいなというとこ。どうですね、この瞬間角交換してみたいな手はありそう。まあ同銀同歩同飛、まあどれもありますね。4三歩成から角交換しに行きましょうというのがこちらの狙いですが、まあ角交換は2分局面的に得だと思ってはいますが、まあ、具体的にどういう手順がいいのかなっていうのはちょっと見えてないんですね。まあこじ開けていくっていうのが本戦なのかなとは思いますが、こっちも角打ち気にしなきゃいけないので、そこは気をつけたい。時間もね結構使ってるんで、次指す手はどうするかを考えながらねポンポン指していきたいとこですね。非常に難解だとは思います。正直狙う手が難しい。ああ取ってくれないですね。1分30秒狙いは、あ間違えた、間違えちった、狙うこっちだったんです。いやーそっか、でもまあ境地刺さりましたね。同銀はちょっと危ないですけど、まあ、どっちにせよ危ない。跳ねてる余裕はないですね。これなんか、あそうですか、桂馬とか打たれるとやばいかなみたいなのは。あ、それはなんか銀打ちが刺さりましたね。まあとはいえというところはありますが、いやわかんない。わかんないです本当に。
これ角の方が欲しいかな。やば、時間ない。角取っちゃう手もあると思いました。うん、これで無理くりいきましょう。30秒。ちょっとわかんないんですけど、やばい、全然わかんない。時間がない。20秒。時間がないですね、ちょっと時間ない。一王手。10秒。あ、待って、飛車で詰みそうだったな。飛車で詰みそうだったのを逃したぞ今。あ、今もなんか詰みそうだったんじゃない。やべえ、わかんねえ。ぐっちゃ、あー、時間切れ。ぐっちゃだ。